はい、今18日の朝7時、駅に今向かって歩いてます。いや、おはようございます。今からカンボジアに行くんですけども、やっぱりこれ朝が弱いのでちょっと遅刻して、またもしかしたら電車やばいです。ゲートは閉まるまで10分切ってます。いつもこんな感じでなんかギリギリなっちゃいますけども、やばいなこれ時間が、遠い、74遠い。で、上にカップラーメンがこうあって、なんか前回来た時とはまた違うなんかラウンジみたいですけども、なんか前回同様結構狭いラウンジです。7時21分やっとなんか飛行機に乗れそうです。帝国では6時55分だったんですけども、なんか寸前でゲートが変えられて、ようやく今なんかチェックインができました。かなり混んでます。なんか見た感じはヤバそうには見えない。やっと着きました。お、空港ちっちゃいな。もう飛行機降りてこの距離です。奥の方が入国の審査で、右がバック受け取りで、でここが最後のチェックポイントです。まあこんな感じで待ってるわけなんですけども、名前がね、向かいがいないみたいなんで探します。はい、今向かいが来なくて、初めてちょっと勧誘を押しのけて彼に会いました。はい、ボンボンです。あの遅くても安く乗せてくれたってことで、このトゥクトゥクで今からホテル向かいますんで。はい、今12時ちょうどです。ようやくホテルに着きました。はい、今1泊目の朝食です。これがあの無料でついてきます。はい、なんか昔にぎわったっぽいこの LG のちょっとショッピングモール的なとこに来ました。なんかベトナムでも流行ってましたけど、このシャトルの足でやるサッカーみたいなやつが結構人気があるみたいです。はい、初日の飯は1ドル50の飯にしました。なんか普通に1ドルからあるみたいですけども、あえて初日の夕飯は50セント上乗せして高いのを食べました。イエーイ。ジャパニーズスナックベリープア。イエーイ。
How long you stay here? 10 days. Oh. Last night coming here. Man. Oh, thank you. なんか取れたか今。魚かカエルかなんか取れるかって聞いたら魚が取れるって言ってましたけども、なんか重そうだ。さっきはなんか全然取れてませんでしたけども、さあどうだ。なんかゆっくり上げて、お、泥か。多分飯1ドルの店ってなんか汚い店結構多いんですけど、ここだったら結構綺麗でいいと思います。こんだけじゃんとあります。でフレッシュジュースもちゃんと1ドルであります。これでビール代入れて340円ぐらいです。お、また一人増えました。このチビが結構人懐っこくて、なかなか絡んできます。パン系を頼んでます。おお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 おはい、昨日の夜に引き続きまして、またこちらのレッドアンコールというお店に来ました。今回は初めて来た店を紹介します。店の前の感じはこんな感じです。いやー暑い。本当になんか日本の夏、真夏って感じの暑さです。まあいいや、とりあえずメインのこの道を行って、こっからの眺めがなんかあの高さがよく分かっていいですね。あそこまでは行けないんですけども、怖い急坂をですね一緒に降りることができず、こんな感じで彼氏が先に待って、なんかおちらけて写真撮ってますけども、彼女は本気で怖がってます。とにかく一番人気みたいですね。やっぱりえらい混んでます。今トゥームレイダースの昨日場所から出口に向かってますけど、今日の運動量はすごい。朝起きて今分かったんですけども、このベランダがあってですね、ここがいいです。この眺めが最高です。でタオルとかもこうやって干せますし。だから1軒目に泊まったホテルの紹介でした。さあナイトマーケット来ました。同じルームメイトの彼と一緒に買い物をしてます。結構いろいろ買うみたいです。こういうパンツとか。ザ・ラグジュアリーコンセプトホステル、ぜひこの部屋の感じが気に入った方とかですね、いいなと思う方は泊まってみてもいいと思います。値段もかなり安く、何よりツアーが充実してるんですよね。トレンサッコとか、もちろんアンコールワットとか、ここ初のツアーが意外と安く手配できます。はい、現在の時刻5時13分です。顔が見えないですけども、まあいいんじゃないでしょうか。デジカメでも撮るか。みんなこんな感じで撮ってます。みんなトゥクトゥクのチャーターを頼んだ方はですね、ドライバーはみんな
戻ってくるまでこんな感じで雑談したり寝たりして待ってます。寿司イエス。おー、エスカレーターが止まってる。ケチャップチャーハンで卵も半熟でなかなかこれは美味しいです。アイホステルの外側からベッドルームの紹介でした。はい、今日の夕飯はこちらのナイトマーケットの北側にある食堂通りの中の一軒に決めました。はい、音楽が大きいのでちょっと消されるかもしれないですけども、こちらはこんな感じです。子供がで親が、お、トランポリンで遊んでます。ノリノリすごいですね。飯にしてはなんかものすごいうまそうなものが結構売ってます。でもぼったくられるだろうな、これ確実に。本当はもっと味わって食べたいんですけど、時間があと5分だもんな。リトビThank you. I say cheese. Okay, thank you very much. Thank you. Bye bye.興味津々に見てますけども、以上ラッキースーパーマーケットからでした。ちゃんとここにバーテンダーとかこういてですね、お酒も無料で飲める。これ従業員いすぎだろうっていうですね、快適そのものですね。飛行機の待ち時間がこれで全然苦にならない。
さあ今チェックインしてこれから飛行機に乗り込みます。見てくださいこの虫。さあこんな感じです。自分でタラップに横付けじゃなく上がっていく感じになります。おお、あでも階段ちゃんとしてます。さあここから出迎えてくれます。あれが必要なのか。Oh, thank you very much.